本日は授業参観に来ていただいてありがとうございます。いや、この日を楽しみにしてたんですよ。ただ今日真昼くん風邪でお休みなんですよね。なぜいらっしゃったんですか？いえね、真昼がけなげにもこう言うんですよ。パパだけでも楽しんできてね。旅行じゃないんですから。行けたら行く。飲み会じゃないんですから。先日の身体測定で真昼くんだけ異常な数値を叩き出しまして。異常な数値？なぜかお父さんが身体測定に参加されていたのが原因かと。ああ、いいんですいいんです。あの時の数値が真昼の身長ということでいいんですよ。もう満体。私が間違っているみたいな言い方やめていただけます？逆の方が良かったということですか？全然違います。